い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は、最近何かとちょこちょこと登場してますソプラノウクレレでバリトンチューニングにしましたというこのウクレレですね。ソプラノウクレレでバリトンチューニング、嘘っていう話も聞こえるんですが、そこからですね、バリトンウクレレバリトンチューニングに質問をたくさんいただいておりますので、その辺いろいろと含めてお話しさせていただきたいと思います。はい、これがソプラノウクレレのバリトン版です。ソプラノでバリトンっていうのはかなり、無理があるところもあるんですが、これどうですか？意外とこの間実際弾いてるところも、演奏してるところですね、アップしたんですけど、そうな感じですよね。ソプラノウクレレのそのままの弦をチューニング緩めてるわけではありません。バリトンウクレレと大きさがもう全然違うので、このままソプラノの弦を緩めるだけでバリトンチューニングにはならないです。デロンデロンになりますね。実際大きさ比べてみましょうか。はい、どうですか。もう親子ほどの大きさの違い。サドルの部分ですね、これ。はい、ブリッジのサドルを合わせるとここです。バリトンウクレレの7フレットからぐらいが、ソプラノウクレレですね。はい、バリトンってこんな感じです。サスティンもしっかりしますよね、ソプラノと違って。これはこれでいいんですが、ただでかいんですよね。これを持って、練習会に行ったり電車に乗ったりっていうのから考えると全然大きさが違いますよね。持ち運びがすごくいいですね。はい、はい、弦を一つずつ下に下げてる感じです。1弦に2弦用、2弦に3弦用、3弦に4弦用という感じで1個ずつ下げたような、弦にしてあります。5弦っていうウクレレにはないので、ギター用のやつを、太さが合うものを揃えてつけてるんですね。話が戻りまして、バリトンウクレレ、バリトンウクレレっていうのは実はウクレレベースと同じぐらいのサイズなんです。はい、この画面上にあるのがウクレレベースで、下にあるのがバリトンウクレレです。だいたいサイズ的に同じ感じですよね。ただ、弦の太さが違いますので、ネックの太さが全然違うんです。わかります？これ、はい、遠近法でやってるわけじゃないですよ。同じぐらい、カメラから同じぐらいの位置にあるんですが、 1.5 倍ぐらいこっちの方が太いですよね。これは弦が太いからなんですけどね。このバリトン1弦から4弦はギターの、1弦から4弦と同じですとよく言ってます。これDJ がメインで使ってますマーチンの古い D18 という、モデルなんですけども、はい、でかいですよね。先ほどのバリトンもでかいって言ってたんですけど、どうですか、バリトンよりもさらにでかい。はい、ギターの G のコードありますよね。これバリトンウクレレで下4本しかないですから、バリトンウクレレで1弦の3フレットを押さえると、通常のウクレレでいう C のコード、あれをバリトンウクレレで押さえると、C ではなくて G になるんですね。ギターで見てください、 G のこれですっていう感じです。ウクレレはどういうものかというと、ギターの5フレットをカポした1、2、3、4、この4音がロージーのウクレレと同じ音程になるんです。でかいですけどね、はい、よくこういうの持ってライブとか移動してましたよね。はい、最近はあまり使わないんですけど、かなり古くてこれいい音するんですよ。後ろはマホガニーですけど、トラメも入ってる感じで、ネックがすごく太いんですけど、軽く弾いてみる。はい、ということで最終的にソプラノのバリトンに戻ってきましたけども、まあできたらテナー、もしくはコンサートぐらいで
バリトンやった方が、弾きやすいと思います。これちょっと力入れるともう音がすぐシャープするんですよね。まあ、ソプラノウクレレ、まあ、自体が そもそもピッチは微妙なところがあるのでギターとかに比べるとですよ、ちょっと力入れただけで、音程が変わるので手に力が入るなっていう方はテナーか、コンサートサイズぐらいでやっていただくといいと思います。テナーウクレレっていうのは今最近はレギュラーチューニングで皆さん使ってるんですけど、バリトンチューニングで使う場合もあるんですね。太めのテナー用の弦ってあるじゃないですか、あれバリトンチューニング用のものもありますので、太めの弦でパッキパキにして弾くものではなく、太めのテナー用の弦はバリトンチューニングにしていただくとぴったり合うというものもあると思います。いろいろ試して楽しんでもらうのもいいんではないでしょうか。というところで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰る家はありますか？暖かい日が届く。